おい、てめえが吉田か？そうですけど、どちら様ですか？今日、てめえのせいでバイクに傷がついたんだよ。俺も怪我したしな。大ごとにしたくなきゃ、さっさと慰謝料払いやがれ。どうやって俺の連絡先を特定したんです？お前、財布落としてっただろ。ないと思ったら、やっぱりあの時落としてたのか。こっちはお前の住所も連絡先もわかってるんだからな。下手な真似しやがったら、出るとこ出るぞ。さっきからまるで、ご自身が被害者のような口ぶりですけど、歩行者信号が青で渡っていたところに、赤信号で突っ込んできて衝突しかけたのはあなたの方ですよね。うるせえ！おめえがちんたら歩いてたから事故ったんだろうが。なんで青信号の横断歩道を全力で渡らないといけないんですか？おめえのせいで電柱にぶつかって、バイクへこんだんだぞ。横転した時に擦り傷もついたしな。俺だって血が出たんだぞ。怪我をしたのが、あなただけだと思ってますか？正面衝突でなかったとはいえ、持ち物が吹っ飛ぶレベルでは、一応接触してるんですよ。私だって横断歩道に倒れ込んだ拍子に、手をついて怪我をしているし、血だって出ました。財布がなくて病院に行けてないですけど、多分手首にひびくらいは入ってると思いますしね。大げさなんだよ！どっちがですか？とりあえず、財布、返してもらえますか？保険証がないと困るんで。慰謝料払ったら返してやんよ。それまではこっちで預かっとく。いやいや、それは窃盗ですよ。ちなみに、中に入っていたお金は使ってないでしょうね。慰謝料の前払いとして使ってやったよ。信号無視で事故を起こした挙句、救護義務まで放棄して、その場から逃走して、盗んだ財布の中身を使い、慰謝料要求って。これだけでもすでに、かなりの数の罪を犯してますけど、自覚あります？今、財布のお金を元に戻して返却して、謝ってくれれば、大ごとにはしませんけど。ざけんな、バーガ。お前みたいなもやし、怖くねえんだよ。慰謝料30万払え。でないと、どうなっても知らねえからな。ほう、どうなるって言うんですか？俺はこの辺じゃ知らない奴はいねえ、ワルなんだよ。あいにく、私は知りませんけどね、あなたのことなんて。おめえのことなんて数に入れてねえよ、もやし野郎。俺が言ってんのは、このあたりのヤンキーのことだよ。このあたりって、そんな有名なヤンキーとか族っていましたっけ？一般人が知ったような口聞くんじゃねえよ。俺に逆らってみろ。そいつらがお前の家まで行って、慰謝料払っておいた方が良かったって泣いてすがるようなことしてやるからな。なるほど。私が泣いてすがる。ねえ。わかったら3日以内に振り込め。口座は後で送るからな。おい、てめえ。いつになったら振り込むんだよ。ああ、カレンダー読めんのか、おめえ。ああ、すみません。仕事が忙しくてすっかり忘れてました。この野郎、さっさと振り込みやがれ！え？振り込みませんよ、私。なんだと？いえ、めちゃくちゃにされてもいいのか。むしろやれるものならやってみろって感じですね。てめえ、俺のこと、舐めてんだろ。そっちこそ、私のこと、舐めてるでしょう。上等だ、この野郎。今からそっち行ってやるからな。出てこい！本当にうちの前にいるんですか？いるに決まってんだろ！出てこい、この野郎！今何時だと思ってるんです？仕事が忙しいって言いましたよね。社会人はまだ働いている時間ですよ。はぁ？てめえ、家にいねえのかよ！いませんね。どこにいるか教えろ！そこまで行ってやっからよ！そんなに私に会いたいですか？当たり前だ、このボケ！金払うまで付きまとってやるからな！だったらそこでおとなしくしていてください。今そっちに向かってますから。は？なんだ、観念したのか？別にしてませんよ。多分観念するのはそちらでしょうし。脅したって無駄だぞ。こっちには仲間が5人もいるんだからな。チーム、トーマスでしたっけ？知ってんじゃねえか。泣く子も黙るトーマス。俺はその総長だぞ。泣く子も黙るって。メンバー10人もいない超マイナーチームじゃないですか。調べるのに苦労しましたよ。マイナーすぎて。マイナーマイナー連呼してんじゃねえよ。てか、なんで構成まで知ってんだ？言ったでしょ？調べたんですよ。
あなたにもらったこの3日間でね。てめえ、何者だ？私はしがない警察ですよ。え？警察？嘘だろ？見る人が見れば保険証でわかるんですけどね。ま、そんな知識まではなかったみたいですね。待て！え？本物？疑うならそこで待っててください。あと5分くらいで到着しますから。本物のパンダカーが。マジか？わかった。もうやめる。もうやめる。何をですか？あんたをゆするのだよ。今更遅いですよ。財布の中身戻したら、謝ったら許してくれるって言ったよな。今仲間から金集めて、ポストに入れといたから。それはありがとうございます。これでいいだろ？大事にはしないよな。それとこれとは話が別です。なんで？あのね、こちらの申し出を突っぱねて、事故の加害者のくせに30万円も金銭要求してきたのはあなたですよ。ひき逃げ、救護義務違反、窃盗、脅迫、エトセトラ。どれでしょっぴけばいいか悩んだんですから。勘弁してください！ちょっと金がなくて、出来心だったんです！お金がない人の大半は、誰かを脅してお金を巻き上げようなんて思わないし、わずかに思ったとしても、行動には移さないんですよ。あなたたちに繁華街でカツアゲされたっていう情報も得てますし、おとなしくお縄につきなさい。お願いです！もうこんなことしないし、まともに働きますから！まあ、捕まっても、執行猶予くらいはつくでしょう。その後、頑張んなさい。待て！待ってください！警察は嫌だ！お久しぶりです。ああ、君か。執行猶予ついてよかったね。よくないっす。あんた、昔この辺一帯を仕切ってたアンパンマンの元リーダーだってなんで教えてくれなかったんすか？え？誰から聞いたのそれ？俺の黒歴史なんですけど。他の警察官が教えてくれたんですよ。あいつ怒らせると怖いぞって。抑止力のつもりで誰か喋ったな。だが、余計なこと。まあ、そういうことだから、怖いと思ったらもう悪さするなよ。もう、それじゃ済まないんですよ。どういうこと？あんたを脅したことが、昔あんたを慕ってたメンバーの耳に入っちまったらしくて、俺のことを締めるために探してるそうなんです。ああ、だいたい想像つくわ。なんとかしてください！俺、このままじゃ怖くて街歩けないっす！別に、俺が言いふらしたわけじゃないしな。ぶっちゃけそんな義理はない。そこをなんとか、お願いします！めんどい。あんたそれでも警察か？人を脅しておいて被害者面してんじゃねえぞ。すみません。そういうつもりじゃないんです。ただ、力を貸してもらえればと。はぁ、一応仲間には言っておく。あいつら逮捕したくねえしな。だけど、次にお前がカツアゲやら、ひったくりやら、それ以外にも悪さしてるって話を聞いたら、俺の言葉を忘れてくれって、あいつらに言うしかねえよな。わかりました。もう絶対悪いことしないです。約束します。約束だぞ。はい！じゃあ、もう連絡してくんな。俺は非番なんだ。すんませんした。ありがとうございます。しかし、それから3ヶ月後、繁華街で酔っ払いの中年男性からカツアゲした罪でこのヤンキーが補導されたと知らせが入りました。最初こそビクビクしていたヤンキーでしたが、どうやら何も危害を加えられることはないと高をくくったらしく、再び悪さをしていたようです。俺の仲間がカツアゲの現場を目撃していて止めに入ったそうですが、逆上したヤンキーが大して威力のない拳を振るってきたので、昔のガチヤンキーの本気パンチをボディにカウンターを入れてやったところ、一発 KO してしまったんだとか。ヤンキーはこれまた警察に自分が被害者だと言い張ったようですが、そこは助けられた中年男性の証言で正当防衛が認められました。次出てくる時には、ヤンキーは本当に街を歩けなくなってしまっていることでしょう。彼の仲間たちもバカなリーダーに見切りをつけ、チームは解散。たまたますれ違った時に助けてくれとすがりつかれましたが、自業自得だと突き放しました。せっかくの更生のチャンスを棒に振った代償は大きいでしょうね。